ちょっと無理。今回は信長の野望神聖パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は島津家の猛攻をしのぎつつ少しずつ前進したところまで。ようやく兵力も30万を切って減り始めているな。ここあたりでどでかい合戦で一気に削れば九州上陸も夢じゃないかも。そのためにはこちらも準備しないといけないんだぜ。今の流れで戦うのは少し厳しいもんな。それに島津家も消耗したままじゃさみだれ式の迎撃になってしまうんだぜ。大きい合戦で仕留めるために一度戦うのをやめて休む必要があるってことか。時間を与えてしまうが、一撃で島津家を仕留めるためには仕方のないことかもな。じゃあ、今の戦いを収めたらでかい戦のために準備するか。そうしようじゃないか。まずは攻めてきてる島津勢を追い払わねば。結構な数が来ているな。無理せず戻れ。相手も守っているだけかもしれないからな。諏訪の城付近での戦闘で柿崎さんが行く。またシクロウじゃないか。その通りだな。上からお亡くなりになる状況をどうにかしたいな。さらに行けるかなと思って攻めてた山口館付近で大根さんが散る。いや、だからシクロウだな。小学坊家はシクロウが頑張るお家なんだな。これを受けて攻勢を中断。当初の予定通り、兵を回復させてから攻勢に出ることにするんだぜ。中心の内死にが続くと家臣たちが動揺するかもだからな。今は湯畜城の内政を進めておこうじゃないか。ここで自然休戦状態に。軍を取り返されているが気にしなければどうってことはないんだぜ。今は力を蓄えるとき。この自然休戦が終わったときが大攻勢のときなんだぜ。久しぶりにゆっくり内政をやれるのもありがたいけど、これでも内政大好きっ子だからな。ゆっくり内政をしていたら、シクロウの森氏が行く。そうか。もう80年か。吉氏はまだだと思いたい。準備した期間は約半年。さあ、大攻勢と行こうじゃないか。まずは畿内よりの城から動員を。四国や九州よりの中国地方の城は第二次攻勢に備えるんだぜ。一撃で終われないからな。ああ、この攻勢で九州上陸を果たしたいからな。さすがにこれ以上ダラダラ戦ってはいられない。当然島津勢も準備万全な様子。いかに動くかな。こちらも動員済みだけで14万を用意したから問題ないだろ。どんどん名所も発展させて激突するぞ。どうだ。吉氏がまだ着陣してない。これじゃあしょぼいな。中3の出番ではないな。少し調整するか。調整したら強3になったけど、部隊数も兵数も負けてたらさすがに厳しいんだぜ。あれ、なんで少ない。参戦できる状態になっていないんだろうな。打つべき手は何ぞ。一度下がって立て直しだ。打つべき手は何ぞ。いけるか。さすがに部隊数負けてるのはな。いかに動くかな。悩ましいんだぜ。でも、もう負けない感じもある。やるしかないか。勝てると思えば勝てるはず。必勝の信念で挑むか。戦場は新しいのだけど、コブの木しかない微妙なところ。そういうが、コブの木のところは高所になっているんだぜ。ということは下に来たのを撃破しまくれば、うまくいけば簡単に勝てるかもなんだぜ。道も抑えやすいし、うまく抑え込んで高所を生かしたいところ。この戦略でもって決めてくれよ。射撃してる。アダムをこの戦場に示さん。守りを固めるぞ。してる気配がないな。もしかして射程外。敵を崩す。コブの木を使って一息ついて。ここで堺勢が撤退。最初の撤退が内から出るとはな。厳しい戦いになりそうな予感。ようやく高所も生かし始めた。これでこちらが形勢有利になるはずなんだぜ。他での負けが込んでて被害は同等だけど、コブの木でしのげるか。ここで相良勢が撤退。ようやく一部隊か。堺勢の代わりに狛江勢が出陣。押されてるところに支援に入ってくれ。どこも厳しいんだけど、ここで高所で邪魔をしてくれていた佐田雄勢が撤退。これで射撃に集中できるな。佐田
だ勇気取り。これはこれででかいな。有力な武将を討ち取るのは気持ちいい。みんな、行くぞ。だが、別なのが高所の邪魔をしようと来ているな。島津勢もまだまだ士気が旺盛だ。ヨシヒサがいるから顔に島津が突っ込んできてる。止めないとだがなかなかにきついんだぜ。それ以外のところで稼がないとダメかも。交渉を生かさせてくれれば稼げるんだが。鬼島津退治を邪魔しに来たし。仕方ない、交渉から援軍に出そう。兵数差が全然開かないからな。島津勢の恐ろしさを体験しているんだぜ。要衝制圧してあと少し。もう優勢勝利でいいから勝たせてくれ。この後に響いてしまうからな。鹿之助までいるし。優秀なの揃い組なのがしんどいんだぜ。お指し願います。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。誰か撤退しろ。まずい、うちの黒川さんが撤退した。おい、高所下の抑え役がいなくなったじゃないか。緊急事態だ。急いで高所から向かわせるんだぜ。と思ったら友貞勢が出陣。これで抑え込めるか。要所は制圧されたけどなんとか止めることはできた。このタイミングで犬堂さんが撤退。少し遅いんだぜ。続いた山田勢も。ヨシヒサ勢も撤退。だが勝利にはまだ足りないんだぜ。と思ったら要所を取り返してなんとか勝利。激しすぎる戦いだったんだぜ。それだけ死んだんだ。両軍合わせて18万ほど。31万のうち18万か。戦国時代にこんな合戦を何度もできていたらどうなっていたんだろうな。人口の男女比率がおかしくなってるだろ。それはあるかもな。18万人が亡くなった後の威風強さんは。九州に上陸したか。文字城が寝返ったな。このまま一気に北九州制圧といきたいが。あんまり余力はないかも。中国地方を統一。収入が伸びるのは嬉しいんだぜ。機関車が豪華すぎる件について。なんだこれ。普通なら間違いなく即採用。特性一つ削ってから出直してくれ。九州に上陸して狙うは白い谷城。立花山城でもいいんだが。というか立花山城を狙うべきだったか。なんで聞いた二城を狙ったかは謎。近かったのもあるかもだけどな。ここで三人が元服。政宗が来た。いいじゃないか、元服は使用可能な利点が生きてるな。他は微妙かな。残念すぎるな。小さい合戦で島津勢を潰しつつ、待機させてた中国勢にも動員をかけた。これで一気に押し込むんだぜ。問題なく勝利していくけど。人損害がでかいな。さすがに猪野さんといったところ。恐ろしい島津の連中とはあまり戦いたくないんだぜ。白い谷城は大丈夫と判断して、古書山城と岩屋城に部隊を差し向けたんだぜ。いつもながらの余裕を見せると失敗するパターンじゃないよね。何度も同じことをすると思うなよ。敵を打ち砕いたぞ。まずは聞いた2城を攻略。腰兵糧が真っ赤だから攻めてた部隊は引き上げだな。炎上寺さんを東洋成功。西に来てどんどん武将が増えている気がするんだぜ。東はほとんどいなかった気がするからな。立花山城と古書山城付近で激闘を繰り広げつつ、ここで吉氏の様子が。もうそんな年か。もしかして結構早めに寿命が設定されているかも。これはまずいな。ここで吉氏の娘歌ちゃんに剣中納言の冠位を授けておく。冠位をゼロからは面倒いからな。メゴ姫には悪いが、政宗を葵ちゃんの婿にする。これで小学坊家も安泰だろ。政宗しっかり支えてやれよ。戦いは四国にも飛び火し。ああ行くぞ。腕が鳴るわい。出雲大社もでかい。軍制圧速度が速くなれば腰兵糧の消費も減るからな。と話してたら中村御将攻略。先ほどの合戦の痛手から回復していないな。
攻め時だけど分散させたせいで初期構成部隊は素で壊滅済み。西寄りの中国勢が主になって立花山城を攻めているが、また分散させてるせいで攻めきてるか不安がある。各所に攻勢をかければ島津勢が散るんじゃないかと思ったんだが、それで毎回失敗してるってさっき言ったじゃん。だが立花山城は攻略できるだろ。城攻め始まってるからいけそうな雰囲気はあるけど、島津勢が集まり出してるからかなり厳しくなりそうな予感。お聞きいただきたい命令を下され。ここで一気に押し切れば命令を下され。続々と島津勢が立花山城に向かってきてる。戦ぞ。間に合わなかったか。島津勢の粘りがなかなかにきつい。陣を構えよ。ダメかと思ったらなんとか立花山城を攻略。よし、これで北九州制圧のめどは立ちそうなんだぜ。まだ安心はできないと思うけど、地味に5人中3人が使用可能という。よろしいです。志賀さんが登用できたか。娘がいれば即婿候補なのに。秘伝は器が大きいな。壊滅情報が続く中、黒瀬城を攻略。これで四国も統一。島津家を九州に追い詰めることに成功したか。この勢いでどんどん行きたいけど、正直兵が枯渇しかけているんだぜ。少しずつ苦しくなりつつあるな。北九州での攻勢がうまくいかないので、四国から海を渡って九州を目指すことに。吉氏も再出陣可能になったから一気に吹き飛ばせればと思ってるんだぜ。岩室城を囲んだけど、鬼島津の1万超えの部隊が見えるんだぜ。あれは無理かもな。決め手に各北九州を助けるべく四国軍団が九州上陸。薄木、船井あたりを一気に攻略して助けたいところなんだぜ。てか、普通に上陸してちょっと困惑してる。他に兵を出してて上陸を阻止する余裕がなかったんだろうな。となればまずは薄木城を狙う。いい感じに島津勢が集まりつつある。いいじゃないか。収入がかなり増えたから政策もどんどん発令していく。こういうのも助けになるはずだからな。北九州を攻めてた部隊は全滅したな。今度は薄木や船井あたりが燃え上がりそうだな。小さく吹き飛ばしていくしかないか。さらに集まってきた島津勢を、これで弱さんが仕事してくれる。さっさと吹き飛ばすんだぜ。はい、問題なく勝利。兵数差もあったから苦戦はするはずがないんだけどな。これで弱さんが、我らの名、風と共に結構寝返らせてくれた。一気に攻略するチャンスだな。合戦に勝った勢いで薄木城を攻略。なんか防戦が得意とか言ってたけど、落ちる直前だからこそ言いたかったんだろうな。というわけで、九州に上陸したけど少し苦戦しているところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。